皆さん、こんにちは。近年、国産メーカーではミニバンや SUV が売れ筋となり、ツードアクーペのラインナップが減少。しかし、かつては国産メーカーも多くのツードアクーペを販売しており、今では考えられないような車種にもツードアクーペがありました。そこで今回は、かつてクーペモデルがあった意外な国産車をご紹介します。1. トヨタクラウン。歴代のトヨタクラウンはほぼ日本専売モデルとして独自の進化を遂げてきて、今は高級セダンというイメージしかありませんが、かつてはツードアクーペをラインナップ。1967年に発売された3代目から1979年に発売された6代目までクーペがあり、厳密に言うとツードアハードトップというモデルでした。当時は様々なニーズに応えるべく、クラウンでもトラックやバン、ステーションワゴンなどが用意されていました。後席に人を乗せる機会が少なく、かつフラッグシップモデルでもスポーティーなボディタイプを望む声もあったようで、ツードアクーペも必要だったということです。7代目クラウンが発売された1983年にはすでに初代ソアラが発売されていましたので、ツードアクーペはソアラにバトンタッチする形でラインナップからなくなってしまいました。 2. 日産セドリックフロリア。1971年に発売された3代目と1975年に発売の4代目にクラウンと同様なツードアクーペがラインナップされていました。2代目は1966年の日産とプリンスの合併に伴って、セドリックとフロリアでボディの統合が行われた初のモデルで、当時のデザイントレンドだったコークボトルラインを程よく取り入れた上品なスタイリングは好評を博します。1979年のフルモデルチェンジで、セドリック・グロリアのツードアクーペは廃止となり、ツードアのスペシャリティーカーは1980年発売のレパードへ引き継がれました。 3. ホンダレジェンドクーペ。1986年にホンダが北米で高級車ブランドアキュラを展開するにあたって、ホンダ初となる大型高級車レジェンドが開発されました。日本での発売は1985年で、当初は4ドアセダンのみでしたが、1987年に2ドアクーペがラインナップに加わっています。全体のデザインは4ドアセダンのイメージを踏襲しながらも、フロントとリアはクーペ独自のデザインに変更されていました。なお4ドアセダンには5ナンバー車もありましたが、2ドアクーペは全グレードとも3ナンバー車でした。1990年に2代目へフルモデルチェンジしましたが、2代目にも2ドアクーペが設定され、流麗で伸びやかなデザインは美しいクーペとして評判になります。この代をもってレジェンドの2ドアクーペは廃止になりますが、北米ではアキュラ CL が、日本ではアコードクーペが後継となりました。 4. スバルインプレッサリトナ。スバル1000から始まった水平対向エンジンとスバル1300番に搭載された初の 4WD システムは、小型車レオーネで一気に普及し、スバルブランドを国内外で広めることになりました。そのレオーネの後継者として
1992年にインプレッサが発売されます。当初はフォードアセダンとステーションワゴンのボディタイプで展開。セダンには高性能版の WRX が設定され、後に国内外のラリーを設計することになります。新たなラインナップとして1995年に輸出用だった2ドアクーペをベースとしたインプレッサリトナが発売されます。しかしセダンとステーションワゴンのイメージが定着していたインプレッサにおいて話題にはなりませんでした。1997年から世界ラリー選手権を走る車が WR カーに移行すると、スバルはリトナをベースにラリーカーを仕立て3年連続のチャンピオンを獲得。この WR カーをイメージした2ドアクーペインプレッサ 22BSTI バージョンは1998年に400台限定で発売され、今では人気車となっています。5. マツダロードスタークーペ。マツダロードスターはマツダが提唱する人馬一体というコンセプトを具現化したオープンライトウェイトスポーツです。1989年に初代が発売されると世界中で人気となり、1998年にはキープコンセプトとした2代目が登場します。2代目が発売されてから5年後の2003年に特殊な製造方法のクーペモデルロードスタークーペがデビューしました。マツダでは初代誕生以来幾度かクーペモデルの検討を行っていたそうですが、2代目にして実現することになったわけです。製造はマツダの関連会社マツダ E&T が担当。ノーマルのロードスターの車種に新規に製作されたボディパネルが溶接され、その工程のほとんどが手作業により行われたといいます。ボディパネルが増えることで懸念された重量増も約10キロほどに抑えることができ、コンセプトである人馬一体もロードスタークーペで守られました。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。